あの以上が私からのお願いなんで、それであの早速ですが、えー、各パネリストのこと今の論点を踏まえてあのできればあのまあ時間は少しありますけど、それでもあのフロアともいろいろ議論ができればと思ってますので、まあ5分ちょっとぐらいずつであのご意見をいただければと思います。まず小前先生からお願いします。はい、あのありがとうございます。えっ、ー、と奈良センター内の小前と申します。よろしくお願いします。 お題をいただきまして、えー、っとトピックの設定が目的に合うかということとあと、多様なステークホルダーを巻き込む方略についてということなんですがまずあのトピックに関しては、まあ、大筋賛成でです。であの つく、えー、ろう科学とともにある社会っていうのは、まあ、そもそもあの競争っていうことを謳われて、えっと、いろんなあの皆さんを巻き込んでいろんなあの、まあ、いわゆるイノベーションを起こしていこうっていうようなことだと思うんですが、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、えー、誰をどのように巻き込んでくるのかっていうのは、まあ、一つ問題かなと思っています。でえっと、そのなぜにその 人たちをどのように巻き込む必要があるのかっていうのは常にまあ考えながらえ進めていく必要があると思いますがまあ全体としてこのトピックをまああの10今後5年間か10年間使われていくっていうことなんですがまあその点に関してはまあ大筋合意ですで。あと,えっとその「核年のテーマトピックなんておっしゃってましたっけえ各年のトピックですね。年のトピック に関してなんですが私の意見としてはちょっとあの違ってまして、えっと、今年は4つで来年は3つですかねなぜ今年3つでしたっけあ今年3つですか今年3つ来年も3つ、えー、ですけど、えっと、なぜに3つなのかっていう理由を教えていただきむしろ教えていただきたいと思ってて、えっと、若干やっぱテーマがぼやけるんじゃないかなっていう印象はあります。でやはり毎毎年毎年あの多分,多分 このタイミングで来年はこれに向かってやりましょうっていうのをま言っていくのがいいと思うんですけどでその段階で3つずつとか4つずつとかになっちゃうと来年のアゴラはこんな感じだなっていうその気持ちみんなの気持ちが多分ぼやけると思うのでな,なんか多分一個に決めてであのみんなでそっちに向かっていくっていうようなことをする必要があるんじゃないかなと思います。 でそれをするにあたってやっぱなんかこう誰かが責任を持って今年はこれでいくっていう結局そのなんていうか、いろんな人から意見を取ってでその,、まああの多いやつからあの選んでいくっていうのは誰,誰も責任を取らないっていうことに他ならないのでちょっとやっぱりぼ,ぼやけるんじゃないかなと思います。 で今年はこのテーマでいきましょうっていうようなやり方で強い意志を持って回していく JST もー未来館もアガラていう場でそういうふうな回し方をするんだなっていうのをやっぱ積極的に示していく必要があるんじゃないかなと思います。であ,と,あの、えー、といくつででしたっけ8144人ですかね今年、えっとまあ 今日の3時の段階でお越しいただいたということなんですけど、まあ、その評価なんですけどその人数でいいのかっていうのは一ついつも思ってましてあの全体の人数が多くなっていくのはいいと思うんですけど一方でそのコミュニティっていうことから考えるとあの人数増えるとやはりコミュニティじゃなくなっていくというかコミュニティっていうのはその,その集団に対する何て言うかな、えっと、感情的なつながりをまあ つなげていくためにいか,ないかに自分がこう貢献していくかっていうようなあの関わり方みたいなのがやっぱ必要な集団だと思うので,でもどうしてもあの個々の責任が分散していってしまうので人数が多くなればなるほどやっぱりそれをキープしていくのは難しいと思いますでそれをどのようにあの作り込んでいくかっていうのが多分やり方になってきてであの私もけ研究ももちろんそうなんですけど教育の方でそのアクティブラーニングとかを最近はもう ずっとやってまして、もう一方的に喋るのってほとんどやらないんですけど、まあ大学生10分ぐらいしか聞いてないないらしいので、も、ま、う、あ、やっても意味がないっていうことなんで、あのまあアクティブラーニングで自分で学んでもらうっていう,ようなことをするんですが、非常にやっぱりあの何とかこ個人のこの今日、えー、学生の皆さんの満足度は高いんですよね。で、やっぱ学んでそのあで残っていく感じもすごく多いと思うので、そういった感じでその。 そこの場をいかかにデザインするかコミュニティとしてどういうその方向性って何をあのアウトプットとして持って帰らせるのかっていうようなこときちっとデザインする必要があると思っててでそれはあのやはりこうただあの声をかけて集まってもらうだけではやっぱり、ま、回らないと思うんですねそこをあの本気で取り組んでしっかりあのデザインするべきではないかなと思います。 そういう、まあ、2つの点ですねこ、えっと、デザインしないといけないということと、まあ、テーマをカチッと決めて責任を取るということと両方合わせて、えっと、もう一度一番初めの問いに戻りますけどあの誰に対してやるのかで、まあ、学者同士あのたくさんおっしゃられ大竹さんも渡辺先生もおっしゃたくさんおっしゃられましたけど結局どこら辺のその。 えっとレイヤーをターゲットにされるのかでやり方っていうのは変わってくるので毎年毎年その全ての人たちを呼ぶっていうのも一つのやり方かもしれませんけど今年は例えばえっと科学者をメインにか科学者だけか分かんないですけどえっとここに絞るっていうやり方をしてでこう回していってえっと平均取ると全員がまつ集まってるっていうような感じのやり方をすればえっとぼやけないですしアウトプットもクリアに出てくるんじゃないかなというふうに 考えます。であともう一つあの奈良にいるっていうこともあって地方のことは言わせていただきたいんですけど、やっぱりあの地方から見るとアゴラっていうのは東京の祭典でしかないようにあの思います。でえっと人がたくさん集まって8440うんさ1 4 4人あよかったね。 なんですが、まあほぼ東京の人ですよね。えっ、ー、と関西にいる人間も、九州にいる人間も、北海道の人間も、もうずるう東北の西た人たちも、えっ、ー、とたくさん巻き込んでいけるような、やっぱここもデザインだと思いますけど、えっ、ー、と真剣に考えていただいて、日本中を巻き込んでですね、もっと楽しく科学をあの推進できるようなあのご覧になればなというふうに考えています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あのご質問について後であのまとめていろいろまたあの 渡辺の方からもお話を差し上げたいいと思いますそれでは、ペコ大使、お願いしたいんですが、実は南アフリカ共和国は、この翌月12月にサイエンスフォーラム・アフリカというのを、サウスアフリカというのを開催されるということで、そういう意味ではわれわと同じようないろいろな努力をなされていると思うんで、その南アフリカでのご努力も含めて、いろいろサジェッションいただければと思います。どうぞ Thank you. I think I have some slides that I'd like to uh, show in order to really bring home this uh, sort of discussion. Um, I think that what I'd like to do is um, talk about how we would like to ignite the conversation about science with the science agora. And I want to speak about it also in the context of uh, Ticket 6, which is going to be held in Nairobi, Kenya next year. Ticket for the first time being held outside Japan, offering a very important opportunity to actually have a very vibrant and strong conversation between Japan and Africa. Tsugi, tsugi, tsugi. Yeah, this is the continent uh, that I come from, and it looks very unfamiliar to a lot of people. Not much is known about what is happening in terms of science, technology, and innovation here. But the same issues that Watanabe san uh, raised um, on frontier sciences and how we can use these to confront many of the challenges, uh, risk, uh, risk is what. How do we define that? Uh, not only in the context of 311, but in the context of many, many challenges and disasters that many of our own countries are faced with. Tsugi, tsugi, uh, <laughs> tsugi, 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 tsugi. Yes, I want to come to this slide because I think it's very, very important in. On, on the on on i don't know on your right side or left side uh, the lady the, the 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 woman inside the african map africa's woes this was a, a, the cover of time magazine in 1984 and this uh, it captions you know coups conflicts and corruption but the the cover on The Economist, Africa Rising in 2011, is a very, very different Africa from what we saw 20 years ago, 30 years ago. How do we engage uh, with this new Africa, Tsugi? There are many challenges, most of them uh, around food security, energy insecurity, piracy, water, transport, education, healthcare, things that we need to ignite very important conversations about, Tsugi? My tsugi. tsugi. This is Africa. And uh, if you look at it very, very closely, it's a huge continent, and we often talk about it as if it's one country but yet it can fit all of China in there, Japan somewhere in the bottom there can also be squeezed um, inside those, as well as the United States, Eastern Europe, India, can all fit into the African continent. So it also shows its um, diversity, it shows its complexities, and I think that we need to be able to engage uh, around some of these issues. Next slide. Now, when we look at primary education, and we are talking about education as an important topic uh, for the Science Agora, when you look at uh, the purple map up there that shows um, Japan, and you look at Africa, it becomes a very, very skinny continent uh, because primary education is a challenge for us. How do we engage one another on these issues? Tsugi? The next uh, slide is on secondary education. And if you look at um, Japan's uh, purple slide there, and you look at Africa again, uh, there are def definitely variances here. How do we engage? What are the lessons that Japan has to offer through the Science Agora that can share lessons on how we can do things differently? What are the things that Africa can offer to the Science Agora where we excel and uh, can? Do things better. Tsugi, Tsugi, Tsugi. This is a tertiary education, university education. And again, if you look at uh, the African map, it shrinks uh, again. How do we have this conversation uh, with each other? Open science, all these wonderful uh, topics. Uh, how do we uh, begin to ignite uh, a very important conversation? Tsugi? This is science and research. This is what the topic of this uh, weekend has been about. And we've been talking about open science and science advice and all these very wonderful and noble and very important uh, topics. But the reality is quite clear. Japan is a much smaller <laughs> country than even my country. And uh, if you look at the, the amount of science and research that is happening here in Japan compared to the entire continent, the continent starts to look like Japan and Japan starts to look like Africa. How do we, how do we change and transform these power relations? How can the science agora pick up these sorts of topics and engage with the outside world like Africa and begin to uh, come up with some sort of uh, way? Forward around this, Tsugi? The next uh, slide shows the, the amount of uh, money that uh, that is uh, uh, contributed to research and development expenditure. If you look at uh, Japan, it's bloated; it's huge. And uh, you look at uh, Africa, with the exception of South Africa, which gives one percent um, of its national of its uh, DST budget to um, to research and development, the rest of the continent is how do we talk about these funding issues? How do we equalize this? We've been talking about open science, but this is the reality of what it looks like. So, how do we make all these important models function? Tsugi? These are patents. I mean, it looks like uh, Japan is just a huge, uh, you know, overfed baby. And uh, it's Africa literally disappears from the map. So, as we talk about, you know, the science agora and how we engage. Uh, one another. Uh, what, what, where, where do we find each other? And where's the nexus uh, of, of engagement uh, for us? And I think this is very important uh, for us. Tsugi? Uh, you can look at uh, the books, the number of books that are borrowed. Uh, Tsugi? Now, if you look at these slides, malaria prevalence, Japan literally uh, disappears uh, from the map and Africa becomes a huge problem. We are talking about science, <laughs> technology, innovation. Uh, when we talk about these topics, we want to talk about issues that have solutions uh, for us, that are real um, science, that really uh, speak. Uh, to the challenges that are our reality. And Japan has that expertise. How does the Science Agora serve as an important platform of sharing these experiences, not only just looking inward within Japan, but looking outward to the rest of the world? This is important. Uh, Tsugi? This, uh, this is HIV, uh, same thing. So we can go on and on and on with these slides. Tsugi? tsugi 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 yes in our view africa is the natural laboratory of the future if we are going to talk about science certainly there are many topics that we can talk about together on the african continent so what are we doing tsugi we have a science forum that's coming up in South Africa 2015 to take place the 8th to the 9th of December. Um, our theme is igniting conversations about science. The science forum South Africa is inspired by forums like this. And uh, very very important for us, the key to give that we want uh, to fulfil in terms of the objectives of this forum, we want to create a platform for vibrant debate on the role of science, on technology, innovation, and society in South Africa. We want to strengthen South Africa's strategic international science, technology, and innovation partnerships. This is where the Science Agora uh, comes in. We want to create a platform, a multi. Platform for senior government leaders, academics, scientists, industry, civil society, and students to interact because we believe that it's important to have all these players at the table bringing a different piece. Uh, the forum will offer very enticing programs, including several parallel sessions addressing uh, a diverse range of uh, science and science policy themes. How do we respond to societal challenges? Inter interrogating the socioeconomic impact of science, technology, and innovation. What types of skills for the knowledge do we need for the knowledge economy? We will also be focusing on the importance and challenges for science technology orientated human capital uh, development uh, we'll have a science agenda for africa how do we uh, enhance regional continental partnerships to advance africa's growth um, and development of course your eyes should also be on the African skies as we discuss the Square Kilometer Array, the largest radio telescope in the global south. So that's my contribution to the Science Agora that we need to look outward and begin to look at partnerships and look at the relevance of the topics that you have here and how these can intersect with what is happening outside Japan. Thank you. 大使ありがとうございましたあのペコ大使は実はあの開幕セッションでオープンサイエンスのところでも非常にあの我々がそのなかなか忘れがちなところ要するにそのオープンサイエンスやはりその、えー、いろいろ問題もあるんだけどある種、えーえー、科学がいろんいろな人に、まあ、平等にいろんな形でシェアされていくこともあってあるんじゃないか。その点では 従来は先進国、主導だったけど、新興国や外相途上国も同じステージに立ってやれるいいチャンスであるということを視点、えー、をいただきましたが、今の今日の視点はまたもう一つ別であの、多様なステークホルダーを我々、われわれ国内ばっかり見てますけれどやはりわれわれの,我々その,あの全地球の中でのパートナーシップというのも非常に重要だと、またあの一つ重要なことを与えて,てあのちなみにあの南アフリカのセッション、あのえー サイエンスフォーラムには、日本から、まあ、あの、私どもと、何人かの人でセッション一つ、あの、企画しておりまして。コンプリビューションできればと思うと、どうもありがとうございました。では、引き続き、続きまして、あの、台ンさんにですね。あの、じゃあ、あの、お、アジアの若手研究者という観点で、<Yeah. S 1> ぜひ、あの、<Yeah. S 1> アドバイスをいただければと思います。all right,、um, well, I'm r o w i w a n l a o g e t r a n s i k I'm from Thailand.、Um, At first, I would have to admit, actually, when I first hearing about Science Agora, it's, it's probably just a few months ago. I would have to say that. But um, you know, when, when I came to realize that these Science Agora platform existing, it actually struck me quite a bit that you know they're, they're a platform where all the stakeholders are are coming together, and, and you have a strength and you know, a strong support from, of course, JST. And so it made me begin and you know start thinking, and actually one of the, um, on the way here, I would have to tell the story that um, in the plane people were watching this Jurassic World movies kind of thing, and everyone probably watched it already, because it's a you know, box office movie whatsoever. And I haven't, so I start, you know, washing it. And um, you know, based on what Professor Ann Glover mentioned in the opening session, if one of you are in, she actually mentioned about Star Trek movies. And you can see that, you know, scientists in, in those contexts in in the old movies, they they can do a cool things. They do great things to, to the societies. But um, it made me realize that you know, in the late um, movie, in the late centuries, there's some of the movies that um, come out, and um, scientists are actually more or less irresponsible scientists. Um, you can have some kind of like genetic engineering, um, you know, weird dinosaur, and then those kind of like you know end up um, having a problem to to the island, and um, that kind of made me thinking whether that is an image or the stereotype of scientists you want your kid or your young generation to see you as it, and so I would say no um, for sure that that's, that's not going to be the case and so to bring that to the story and um, that make me think that well that public engagement you to it's your responsibility it's one of if, if, you know as a scientist to actually be able to communicate and, and um, give out a story to, to the public and be able to you know, do all those um, things to, to make a mutual agreement and understanding um, in society. Um, so the big question is how are you gonna get all the to to engage. I think that's really big question because everyone have, I think everyone is in your own circle um, as a scientist, basically, you start off with asking question. You ask for funding. You're doing research, and you publish, right? And you go on and on in that circle. And I think to kind of initiate and, and get people to realize the importance of it, and get out of their own routine, and engage in this, you know, public forum. I think the right question to ask is, what do you want it to be like? What is the incentive actually to bring you out of your loops and, and involve? And, like Professor um, Chimori said, that it needs to be concise, I guess. It, it need to be very clear um, topics that we would discuss, and a small group of people that probably have a you know, first strong initiative to or passion to, to make the drive come together and, and at least identify. What is the incentive? What is the way that would make you get out of your own routine and your own loops and, and engage in the public? And I think that's, that's the big question. And I believe it would be great that Sianogara could be this, you know, seating bed for, for the next um, forum or a workshop that would bring out this answer. And I think from there, when we get the answer, we can actually continue, you know, making it the fruitful growth. サインアナゴーラのフューシューあ。ありがとうございました。あ <laughs> とでちょっとあのあの実際、タイランドでどうやっているか伺いたいと思いますが、これはまたあとにしましょう。それであの次はあの坪井さんですあの坪井さんはやっぱりあの企業の CSR もやられた立場ということもあり、はい、そういうことであの産業界ではこういう活動に対して、どうやったらそのもうちょっとなんでしょうか、いろいろ。えー あのお金という意味ではなくてサブスタンスとしてのコントリビューションがいいとかそういうことも含めてあのちょっとテーマはまだ抱えてありますがお話しいただければと思います <laughs> はい難しいお題をいただきましたあの私ももともと科学系の,あの専攻だったんですけども会社に入りましたからマーケティング広報あるいは経営の方の立場ですのでそ,ちそのような視点からと思いますであの今企業にとってとおっしゃったんですけどもあの まあ企業にとっても価値創造とかイノベーションっていうのはあの生きていくために必須なものでございますそれを科学と一緒にするの科学技術と一緒にするのはちょっと賠償化しちゃうかなとは思いますけれどもそれでもえ企業にとって CSR から今 CSV という言葉があ,のあるんですけども CSV っていうのは社会への責任を果たす CSR から一歩進めて シェアドバリューつまり社会にとっても価値のあることを企業は価値を生み出さなきゃいけないという意味で社会と企業のシェアするバリューをクリエイトしなきゃいけないという CSV という概念が今企業にとっても主流になっていますつまり社会に役に立つイノベーション社会を良くするようなイノベーションなり価値創造を起こさなければ企業とて生き残れないということですですのであのまして科学は未来への価値創造だと思いますから あの社会にとってどんなあのソーシャルグッドな価値をあるいは未来の子どもたちにどんな価値創造ができるのかっていう観点で科学を考えるっていうのはとても大事なことだと私も思いますであの社会と科学っていうのが何度も出てきていましてあのお書きになってあのいろいろ渡辺さんのプレゼンにあったとおりなんですが社会と科学のつながりをもっと深掘りしなくてはならないのかなと思っています。 で例えば駒井先生もおっしゃいましたけれどもあのテーマが3つありますけどもあの3つはどちらかというとこう,こういう分野とかトピックスとしてこういうのがあるからこれをやろうみたいなことなんではなくてもっと大きなこうもしかしたら3つを1つにまとめられるようなテーマ設定あの社会と科学をどう捉えるのかっていうストーリー立てた設定がいるんじゃないかと思います。例えばあの まあ、オリンピックっていうのを設定するのもそれはありなんですよ例えばオリンピックに対して科学,科学技術をどういうふうにしたいからこうなんだと。例えばですけどもオリンピック まあまあジャストアアイデアで言えば例えばば例オリンピックパラリンピックがございますパラリンピックっていうのはある障害を体に障害を持った方々のスポーツですけれどももしかしてこれから先すごくそうです、ね、高齢化社会が進んでいった時に寿命が延びていった時に何かしら障害を持っていることがごく普通の人口の多くの人たちがそういう状況になっていくかもしれないそうするとパラリンピックっていうのは障害を持った方のスポーツというよりはもしかして成熟した社会が、えー 直面するであろうものの新しい健康とかスポーツのあり方かもし例えばですよ、ね、今、ジャスト一例ですけども例えば、そういうストーリーの中でもう一度医療とオリンピックと科学技術を考えてみようとかいうふうに言うと様々なものがロボットかもしれません、えー、iPS かもしれません、いろんなものがつながると思うんですね。<laughs> なのでテーマ設定をすることはもう必須だと思うんですけれどもあのこの分野っていう設定の仕方というよりはあのどういうストーリーでこ,のこういうテーマにしただからそこにはもしかしたら物理系も科学系も医学系も出てくるかもしれないけれどもそれ全体で社会のこういうことテーマに直面しあの向き合っていかないかっていうようなテーマ設定をされると 小林先生がおっしゃると一つになるかもしれませんしあのストーリーがあのできるかなでストーリーができますと企業も参加しやすいですねあのまあ今年はあの光年でその通り大事な年だったんで光年のトピックス私はあの嫌いじゃないんですけども例えば光年と言われると光に関係ない企業はまあ基本ちょっと違うのかなとまあ あのサブかななみたいいになってしまいますでも例えば先ほどみたいにストーリーで示されるとだったらうちはこういうふうに関われるのかもしれないっていうふうに企業側も自分でこう考える余地が生まれるというかそんなようなことを少し伺いながら考えておりました。それかからあのもううつあの、まあ、企業の,の立場というかあの 科学と社会のコミュニケーションってことについてもあの私はあの理系出身だからどちらかというと文系出身の人が多いセクションで長く働いてきてこれは日本の特徴かもしれませんがどうも文系と理系の文化は違っている部分があってなかなかそこがうまくあのアフヘメしないといいますかそういうところが感じてくることが多かったんですね。であのやっっぱり例えばにに今日あの来るに至っても 科学技術を享受しないで、何もできないですよね。だとしたら、私たちはその。えー 科学に携わらない私たちの側も科学を享受しているからこそそれを理解しようとするあるいはそれを伝えそう、まあどうね、向き合っていこうっていう義務があると思いますし一方サイエンティストや関わっているあの今日いらっしゃっているような皆様はそれをどうやって社会を巻き込んでいくのかっていうことを考える、まあ、義務があると思いますしかそういうお互いのなんでしょう、ね、コミュニケーションいかに 科学を分かってもらうか親しんでもらうかというよりも双方の意識改革みたいなことがもしかして今の日本にはとても大事なことなんじゃないかなと大使のお話を聞きながらこんなに恵まれているんだけれどもでも実はその恵まれているということを本当に私たちは理解してあるいは感謝しているだろうかという気もしながら伺っておりましたそんな気がいたします。あととと最後にでですねあのここれからということでえ 来年についてはそのあの年,年中、あの通年的1年に1度ではアニュアルではなくてあの長い時間とかあるいはあの地方のエリアも巻き込んでというとてもいいことだと思います。なぜならこれもあの企業のマーケティング的なので言いますとあの IT の発達によって世の中のコミュニケーションの仕方は激変しています。で一,番一言で言でうならと デジタルとリアルの場を掛け算しないと何も生まれないということです。で、あのまあ、例えばあのご存知私はキリンですからあのビールのコマーシャルをして皆さんがそれを見ておいしそうだなと思って飲んでくださるっていうのはもう古いマーケティングです。今は例えばそのデジタルとかそのそのようなところであのそういったこう この興味を持った方をコミュニティ化しながらその人たちと継続的な関係を作っていくであるとかであるいは例えばクラフトビールなんかですと体験する場に来ていただいた方に次にじゃあもう一度買ってもらうにはどうしたらいいのかっていうその。 リアルに体験したことが以上終わりではなくてその人たちを次につなげていくためにはどうすればいいのあるいは来る前からその人たちをコミュニティ化しておいてその中のこういう人たち来てもらえるのどうしたらいいのかっていうそういうつなぐことがコミュニケーションのすべてになってきます。でですので 例えばそのあのアゴラもこの大きな目的の中の一つの、まあ、リ,アルってリアルの場ってとても大事な一つの場なのでそれをデジタルとかマスとかあるいは他のリアルとかとどうつな,いであのつなぐっていうのは。 ここに来られ人人の人まあメールアドレスを登録された方も結構あるようですけれども8000人の人ともう一度つながれますかっていうことあるいは来年もう一回つながれますかっていうことを考えていかないとあのまあこれからのコミュニケーションとしてはこう囲い込んでいけないあるいは意識改革をしていけないんじゃないかなと思いながらすいませんあのなかなかの企業の話とあのばかりにあのフレーム化してしまうと少し科学技術を倍増化してしまうのはちょっと。 えー、いけないなと思いながらそんなことを思っておりりままししたたはいいありがとうございましたあのやはり,あのやっぱりマーケティングっいうのは一つやっぱり最前線だからそういうのってあの公的感弱いんですよね、おっしゃる通りであのあの8000人とさっきもあれして,ていやこれからどうするんだろう、我々そのツイッターとかそういうのもあんまりやってないし今後の,そのつなぎっていうのは それもなんかメールを送るんじゃなくて、こう自発的につながるような仕組みを考えないといけないな。っての宿題だと思っております。それではあのまずファーストラウンドの最後の方ですが、あのじゃあ今度あの文部科学省の生田さんにあの政策対話型政策形成チームこうアゴラを。 う今日伺ったアンゴラもずいぶん実はあの、えー、いくつかの役所の方にはご活用いただいてその中でもそれで推進しているプロジェクトとかいろいろなそのプログラムを対話型にすることで使っていただいているんですがそういう面も含めてそれからもう少しその、えー、日本の閣議政策全体の中でこういうものをどう考えていくのも含めてあのご意見があれば政府お伺いしたいと思います。 はいい、えー、ありがととうござまますす申します、えーとまあ、どこからちょっとお話したらいいのか分からないんですけれどもあの私自身、まあ、今現在あのこの科学技術関係のことだけを、まあ、やってるわけではなくて、まあ、大臣官房、まあ、その名前から言ってもあの、まあ、政策課でなおかつ何やってるか分からない対話型政策形成室というところであの、まあ、所属してるんですけれどもちょっとだけあの宣伝というかです、ね、対話室を立ち上げた、まあ、きっかけというかあの させていただければと思うんですけれども、あのまあ一番最初のきっかけはやはり2020年の東京五輪がまあ優位が決まってでその後まあ世の中あの我々日本人まあどういう世の中目指すんだろうみたいなことからで少しでもそれを政策に何か反映することができたらなっていうのが一番最初のあのきっかけで始まったところでございました。で、あの皆さんもご承知のようにまあ世の中がすごくこう今なんていうんでしょうねあの細分化しつつ複雑化してで実際あの。 うまあ、我々いろんなことをやっている中でもこう全体像を見えにくくなってきているかなというような問題意識があってでさらにまあその全体像が見えにくい一つの理由としても、まあ、多分あのステークホルダーの広がりというのも,もうなんか一気にあの拡大化しているでその中でまあい,あのいわゆる行政の今までの,あの意思決定の在り方にすごいちょっと。 限界を感じているかっていうあの、まあ、はっきり言ってしまうと例えば偉い、いあい有識者の方の意見を聞いているだけで本当にいいのかとか、まあ、ちょっとその辺から、まあ、できどこまでできるかはまだまだあのトライアルではあるんですけれどもそれ対話室対話型で政策形成を作るというようなことになんかつながったらいいなというのがきっかけであの対話型政策形成、ちょうど去年の10月ぐらいからなんですけれども、まあ、設置したのがあのきっかけでございます。であ,とまあ内部的な話を そう,いうとやっぱ行政官自体もすごく縦割り意識がやっぱりなかなか打破できなくてですねこれ対話することによって対話する相手の方は別に何も今自分が担当していることだけをあの話すっていうのを期待しているわけではなくて世の中全体をどう見ているのかとか多分その辺がベースになってえー対話相手方の方はあのこちらに向かってくるのでまあそれも一つの,あの内部的な理由ではあるんですけれどもまあ行政官自体の縦割り意識の打破にもまあつながっていけばいいなという というふうにあの思っていたところです。 でまあ、実際、それが対話室を立ち上げた理由なんですけれどもじゃあ、誰と対話するのかっていうのが、まあ、先ほどやっぱあのどういうテーマで誰とっていうのがあると思うんですけれども今、我々としてやってるのはやっぱなかなか声の届かない方々、まあ、あのよく言われる、まあ、学生さんの中でも結構社会的な課題解決を一生懸命やってるソーシャル系の学生さんもたくさんいらっしゃいますしあとやはりその東京五輪のことをまあテーマにしていたっていうのもあるんですけれどもやっぱどうしても地方の方の話を全然聞いてないなっていうのがあったりとか あとやっぱりグローバルな視点、まあ、ちょっとまだそこも足りていないんですけれどが単なるあの五輪というのは別に日本のためのものではないはずなのでじゃあ世界的に考えたときにこれ何のためにこういうことをするんだろうっていうことそれからあとまあ文科省の弱いのはあのまさにあのさっき産業界の話ありましたように産業界とのつながりっていうのがまだまだ足りてないなっていうようよなあのちとっと部分がありましたのでその辺の,あの関係者とこう対話をしていくとで対話していくと結構、口コミというか,です、ね、なんか文科省、変わったことやり始めたよみたいな。 なことががきっっっかけとなってこう広がって広い,いうようなあの今現状ではございましてで実際じゃあそれをどうやってハウの,の部分ですけれどもまあ戦術としてどうやってせあの対話をするとまあいいのかっていうところについてはまあ結局はこっちが出向かなきゃいけないなっていうのが最終的な結論としてあの感じたところでま待っていても来る方っていうのは要はあの何もしなくても多分意見聞ける方なのでそうじゃないところにどのように耳を傾けるかっていう意味ではやはり自分たちがこう出かけていって。 であのまあ、対話をさせていただくというようなあの形にしなきゃいけないなというのが1つでございますからもう1つ問題意識、まあ、やっていく中で問題意識を感じていたのは結局その対話することはまあ楽しいよねとでもその後どうするのっていうところ要するに単なる割合外にあの終わらせないためには何かしらの,その目的意識を持ってで、えーまあ、1つの,その共通課題を見つけてそれこそ競争ともに作るというようなこう実感が持てること。 がやっぱり次につながっってていくののかなっていうのを感じもともとさっきのトーンセッティングであった今後の「アゴラ」への期待ということで、まあ、あのというように今何て言うんでしょうね行政側としてもそのこう、えー、とまさに双方向の対話っていうものを、まあ、どうやってやっていったらいいのかって、まあ、模索してるところであるのであまりなんかあの私からすごくこうしたらいいよってあのこういうの難しいんですけれども、まあ、当たり前なんですけれどもそのやはりテーマ設定っていうところに関しては、まあ、科学だけにとどまらないテーマが 当然ながら重要で、まあ、先ほど TPP とかマイナンバーとか震災、まあ、ありましたようにその参加する人が自分ごととして捉えられるテーマをやっぱりきっかけとしないと、まあ、あのあアゴラって、まあ、行きたい人が行くだけでしょとで毎年大体来る人って同じじゃないとかであそこに行ったからといって何かが変わるわけでもないしみたいな結構やっぱ厳しい意見をあの聞いていて、まあ、実は今日私ここに来る前もあの全然関係ないですけど関西の,、まああの親戚のところとちょっとお話をしていて。 いやアゴラって聞いたことないんだけど何それっていう感じで,でして、まあ、あのまあそれがでも実態だなっていう気がしていますでもそういう方々にもこう響くようなやっぱテーマじゃないとあの難しいかなっていうのが一つとあと先ほどもお話にありましたように、まあ、テーマってやっぱ一つにこう まさにベクトルの方向性揃えるという意味では1つにしといた方が、あがそれこそじ、じゃあ TPP の話と震災の話何の関係があるのという、まあ、問題意識もちょっと持っていましたので、まあ、そこら辺について何らかのつながりであとまあ未来思考未来をどうしていくかそういうテーマ設定が、まあ、あのいいのかなと。それとあとあ実際結論がもう きちっと決まってしまってるテーマよりはある程度その自由度があるテーマの方が馴染むのかなという気がします。これはあのな何かの,あの、えーと えっとエッセイかなんか見てて思ったんですけどその小宮山理事長三菱総研の小宮山理事長の言葉でその自由のないところにイノベーションがなくてでイノベーションがないと未来がないっていうまあお言葉あの出されていてまさにそうだなとこう変な話政策側がもう方向性を決めているものについて多分、ここで議論してもあの一向に何も生産性がないっていうちょっと気がしますのでやはりそこの,あのテーマ設定の部分ではある程度のフレキシビリティを持った形でのテーマ設定でそれもあのバラバラのテーマという よりは一つの方向向性を向いたものののががいいいいかなっっっていうのがあの個人的にちょとと思ったところでございますそれから2点目の,そのステークホルダー、まあ、多様なダイバーシティって今、本当重要だって言われてますけれども巻、まあ、き込み方策っていうのは、まあ、あのこれも前からこれ多分アゴラで言われてたと思うんですけども、まあ、科学の関係ってなかなか政治家を巻き込むっていうのが弱いっていうのもあって結局、ポリシーメイキングをするときに、まあ、行政だけ頑張ってもしょうがなくてじゃあ政治と行政と科学者をどう対話させてでさらに、そこに市民やらもっと草の 的な方々をこう引き込めるかみたいなところかなって言うのが一つ。で、それじゃ、どうやって巻き込んだらいいのかって言うのが。やっぱり、なんか成功事例がないと、なかなかこう入り込んでいかない世界なのかなって言うのが、まあ、一つ考えているところでございます。それから、もう一つは、やはり、その壁ですよね。その、これも、あの、前、何か読んでた時に、あの、景況。基盤の富山信用、まあ、いろんなところに、今出てらっしゃいますけれども。その、いろんな壁があると、で、お金の壁、まあ、税金という意味のお金の壁、それから、グローバルな観点。 国の壁ももあるけれども結局一人一人がやっぱりこうどう感じてどう捉えてっていうその人,人と人との壁をどう打破できるかっていうところがまあ一番大きいんじゃないかっていうことをあのおっしゃっていたのをちょっとあの心に留めていてまさにそのいろんなステークホルダーっていった時に実際そのじゃあステークホルダーってなんかこうひと事に聞こえてしまってですねそうじゃなくて多分同じ人なんですよね我々と。だからそういううい方たちと同じ視点でこうどう議論して、えー いくかでその相手方にとってもあの同じ目線で同じ立場でこうやっていけれるっていうのがなんか結構重要なのかなって気がしていましてで結局まあそのアゴラっていうのはさっきもあの回廊っていう言い方されてたと思うんですけれども一つのやっぱきっかけ作りだったり一つの,そのつながりのまあ 元にななっったとところだけでしかありえないと思ってい思ててその先はそれぞれ一人一人がやっぱ行動しないと全然これ以上は拡大しないんじゃないかっていう問題意識を持っていますだからまあ国がとかそのサイエンスアゴラがまあやれることっていうのは最初のやっぱりきっかけ作りそれからあのまあいろんな方たちが自分ごととして問題意識を持ってでそれを次の行動につなげる、まあ、そういったところに何かこうあのコントリビューションできるとこ,れあのこのアゴラ自身も成長するしでアゴラ に参加する人自身も成長するのかなっていうのを気がしています。これはまあ具体的な話として言えば、まあ先ほどあの対話型政策形成室で。結構あの民間企業さんで、今やっぱものづくりからことづくりへということで。まあフューチャーセンターですとか、イノベーションラボとか、あのされていると思うんですけど、そういうところとの連携も。何かあってもいいのかなって言うのがちょっとふとあの感じたところでございます。なんか取り留めないですが、以上でございます。ありがとうございました。<laughs> まあ、あの。 役所の人もずいぶんいろいろ語ってくれるようになったなと、あの大丈夫かな、あのこれ、記録にとってとか思うところもあるんですが、<laughs> まあ、あ,のありがたいことだと思いますあの、先ほどおっしゃってたけど、来年のテーマはどうなるかは別として、2020年も入っているんで、来年はじゃあその、えー、対話のやり方も考えながら、ぜひなんか、文科省も出展していただけるとありがたいと思います。よぜひそう考えてくださいで実は こうやってみると、大体私、いつもモデレーターと下手くそで一往復で終わっちゃうんですけど、あのその前にちょっとやはり、まあ、最後はいいのかなでももうぜひフロアからもご意見を伺いたいので、えー、どなたかフロアの方、ご覧について、今、えー、もう今出てませんけど、いろんな設定をしてるんですが、あのこういうことを聞いてみたいとか、こういうこと、意見があるってどなたかございませんか。若い人の方がいいいい人のがですよね <laughs> あいたい Thank you. Um, I attend all the conferences that were mentioned, so I kind of have come here to have a kind of constructively positive view on Agora. And, and my conclusions will be very simple. Um, it's probably the best conference I've ever seen where the children are engaged. But on the other side, there is not. A proper professional approach, I would say, to um, science as a career. So, the actual university level students who need to find their first job, you could do more on, say, science jobs. So, for example, in the ESOF context in Europe, we have an agreement with nature jobs. And we do a lot on how to write a CV, how to look for an interview, and we do a speed dating with a professor or a professional recruiter. And that brings in hundreds of young researchers. Secondly, the fact that AAAS and ESOF moves to a different city every time means you target a completely new audience. So maybe you could look at moving the Science Agora out of Tokyo once every second time or once every third time to a different Japanese um, city. That could work very well. Uh, I, could give, I will come back with hundreds of ideas, but one other thing is that the World Science Forum have a very clever trick that when you register for their conference, your name goes on a database. So you see who is attending. So a lot of the interaction happens because you see who's coming and you can have prior meetings. So what I would say would work well for the Science Agora could be that if you allow all the stakeholders host their own dinners, their own side meetings, um, rather than just JST, you'd also bring a lot of value to the delegates, and that also brings in sponsorship and so on. So in ESOF, for example, we have a thing called Pint, as in drink with the professor. So the delegates set up meetings with professors and they have a drink with them. And this works really, really well. So myself and Peter Tindemans, we certainly would have maybe 20 or 30 good suggestions like that to help um, grow the conference. Thank you. もしなければあの最後にもう1回ワンラウンドを1人ずつお話を伺いたいんですがその前にあの実は今日そのユーロサイエンスの事務局長のピーター・ティンデマンスさんがこちらに来られているので、えー、ピーターに少しあのコメントをいただければと思いますどうぞ OK Thank you very much for in inviting me、um, i think the first thing i would like to start with is, and i'm echoing aidan gilligan's words, uh, you uh, finished, sir um, san by saying um, it is now an issue of saving science agua. that is not the issue. Uh, science agua is, is alive and it should stay alive because um, it is an event, i think, which is very important. Uh, the only question is, how can we expand it? how can we add to it? Uh, to involve the scientists, to involve the companies, to involve policymakers, um, and how can we turn it into something that is not just one event at one time, but that is something of which people speak the year around, and also not in Tokyo only, but also throughout Japan. So, um, we have heard, I think, many interesting suggestions and ideas about that, um, and a few things. Uh, from those, I would like to reiterate and to expand upon a bit. Um, I think it's important, the ambassador said that um, you should increase, it's being done already, increase the global outlook. Make sure that you are making explicit we are Japan, but we are Japan as part of a world, and the world has problems, and Japan has problems, but we all have solutions, and we should discuss those solutions for those problems. In a worldwide, in a global context. That's one thing. Um, um, a second thing is, um, I would feel um, that you should think of the future of Science Agora not just as one event, but as a sort of umbrella. It's uh, an umbrella of discussions around the issues of science and society. Um, Agora, as it currently is being held, is one major event under that umbrella. But it's only one, and I think you can do a series of other events. Uh, the suggestion to move Agora around uh, once every two or three years, I think, is a valid one because that is really the way to reach out to other areas in Japan. Um, I would also say that um, you can't, um, much of the, of the future of Agora, I think, is about finding the right uh, formats, finding the right designs. Um, and um, i have a couple of suggestions which you might want to consider in the future, next to the ones which aidan Gilligan gave us. because we have many experiences all over the world in how you can engage scientists and companies and policymakers, um, students involved included, um, in discussions about science and society and one very simple one but which may be very uh, useful to add to the formula of the current science agora is organize uh, throughout japan science cafes. Um, that is a very useful mechanism to informally have people meet, uh, discuss a theme, and invite business people in a certain region, invite scientists from universities, from research centers in that region, invite local policymakers, um, and discuss in a very informal setting for two hours at the end of the day or so a theme. Um, and do that on a regular basis. That engages people. People find this a useful way of meeting each other, changing views. Uh, people get to know each other. And it's a very simple means. Um, but do it under the umbrella of Science Agora. We are the, f the umbrella for stimulating discussions um, about science and society, and this is next to the forum, uh, the Agora, as it is currently being held. This is another way of doing it. There is um, something which which I also would like to state. Um, it was started in Denmark in the early 90s. Um, in Denmark, um, in the context of technology assessment. What in Denmark was uh, for the first time done, and it was very successful, is um, to involve the public at large in a debate about an important um, and pertinent issue relating to science. Um, you can find the examples in the medical field, new developments in genetics, for example. Uh, you could find examples in food technology. You can find examples in many other areas, uh, transportation perhaps. Um, and it's about um, finding how we should proceed um, in a at a, on a difficult issue uh, by involving the public. And it's a combination of um, preparing the public, because it's, it's a structured debate of maybe one day or maybe two days, but it could be one day. Um, involve them in a structured discussion, uh, but then it should be done uh, in the way in which people are being prepared. So ask scientists. Or companies to prepare short statements uh, on uh, the pros and cons of a certain development. Um, give that to the public and organize a structured discussion. And you could do that in parallel to the current Agora. Uh, just have um, a meeting which is then prepared in the same venue um, uh, where you discuss a specific issue. Um, and this is a way to involve the public at large, uh, companies, scientists. Uh, policy makers, because there are these issues where those stakeholders meet and have to find a common way out. And of course, in the end, these things go to the policy makers and they go to companies and they go to scientists to work further, but that's um, uh, an important point. I think there is um, another possibility which you might consider. Um, organize Again, next to the, um, parallel to the Agora meeting, a sort of market of discussions. Um, have a meeting, have a place, a large, a large hall, um, and invite various groups, invite companies, invite scientists to set up, uh, let's say, two hour symposia sessions, where they uh, just invite, and the public can just go, can decide, I'm going to that session because that's interesting for me. Um, it can be a session on, again, on uh, health issues. It can be a session on policy issues. It can be a session on um, what's new in cyber uh, society or what do we expect next year from biotechnology. Um, uh, just organize in a, in, a, in a fairly informal way these sort of sessions. And the public can decide okay, I'm going this, after, this morning to that session, this afternoon to that session. In between, I'm having a chat with uh, some important people. So um, the upshot is I think um, Science Agora has been a success. That is my view, having visited now twice Science Agora uh, as, as well. But. It can be enlarged, and the way to do it, I think, is to look upon science I call, as a sort of umbrella under which you organize um, a variety of formats uh, for debates between scientists, between companies, between policymakers about issues which are relevant. Um, um, but I do think you should always maintain the connection with science. There are so many issues, or rather, I should say, there are so few issues in society which have not a Connection with science and technology, that it is also it al always easy to find issues uh, which are relevant, uh, relevant in the eyes of the public, relevant in the eyes of policymakers, relevant in the eyes of the companies and scientists, uh, but are connected to science. With that, I would like to finish my comments. Thank you, Peter. えとこうやってると本当にあのいつまでも議論してると時間なくなっちゃって下手くそなんでこうなっちゃうんですけどまず皆さんから最後にもらう前に渡辺さん、言いたいことがありますか一言、まあ一言じゃ済まないですね。 ぜ全部にはお答えできないなとは思ったんですけれども1つはやはり皆さんがとにかく全国展開それとまあグローバルにその日本だけに閉じるんじゃない、まあ、それはぜひやらなければいけないなというふうにあの思いましたしあのそれはき今日も皆さんからいろんなアイデアをいただいたので、まあ、それはきっとできるというふうに思いましたなので少なくともこの1年でそれは本当にやっていこうとします思いますし。 グローバル展開ももっともっっとととやろうと思いますありがとうございます、まあ、あのいろんな宿題を多分もらっていろいろあったんですけどまああのテーマのがボケるとかいろんな話もこれは全部参考にして来年のガらを設計することになると思いますそれでは最後に皆さん言い足りなかったことがいっぱいあると思いますけど一番あの印象に残ったのはやはり大使からいただいた、えー、っと国際問題 ですね。あの全然その。 いや、えっと、来年の「アゴラ」のテーマがあまりにもローカルなのでちょっと恥ずかしいなと僕は思ってしまいましたが私もナ,ナチュラルラボっておっしゃってましたけどやっぱあのあれ私もそうですけどパワーもそうなんですけど、えっと、グローバル・ヤング・アカデミーというのをメンバーに入ってまして、まあ、いろんなあの世界問題について議論させてもらってますでその中で出てくるのはやっぱあのウォーターセキュリティとかフードセキュリティとか、まあ、そういったことで日本のメジャーなテーマではないんですね残念ながら。らそこはまあやっっぱりちょっとあの 提示でできるような、えっと、組織であってほしいと私は思います。であとあの質問にもありましたけど何て言うか飲み会という飲み会っていうのはあれですけど。あのやっぱあの 科学とか技術ってそのクールなもんだと思われがちなのでそのベースにある情,情的なつながりみたいなのって割と軽視されがちなんですけど意外とそこすごく大事であのそ,れがそれこそがアウトプットだと言ってもいいぐらいだと思うのでそこはしっかり考えていただきたいということとあとトピックなんですけど例えば COP21 とかあの辺利用とかでもそうですけどポバティであるあの貧困であるとか。 だからそういうなんていうかキャッチかつ重要な問題っていうのをテーマ設定する必要があると思いますけどそこって実はキャッチーである必要があるしキャッチコピー的なフレーバーが必要だと思うので。 ちょっとあのなんか素人で考えるんじゃなくて専門家の人それこそ競争だと思うんですけど専門家の人と一緒に考えてえっと場の設定もその一緒にやるっていうことをあの考えたいと思いますあと地方でアンブレラって言ってましたけどそこは僕は上下関係はつけない方がいいと思って,てえってギャザリングとしての総会っていうあの設定にしていただかないと地方でもすでにやられている人たちがえっとその意味合いをも感じないですし あのあつ集まる意味は感じないですけどどうせ下なんでしょうみたいな感じになるとやっぱり全体としてのバランス取れないと思うんでそこはあのうまく設計しないといけないというふうに思いました、はい、それじゃあのペコ大使もし何かあれば Look, I think that、uh, the 2020 World Cup not、uh, the Olympics actually as well as the Rugby World Cup of course、uh, all have、uh, possibilities for globalizing discussions around science You rightfully say that maybe poverty and other issues that we have may not be as relevant to Japan, but the frontier sciences that Japan is working on could contribute to some of those solutions. So I think it's the way in which uh, the discourse is framed uh, that is very important. Of course, I love the ideas that both Peter and Adrian raised around how to make it more interactive. In fact, you've given us even more food for thought for our own science forum. Thank you for that. So I thought this was. Is very, very rich and uh, uh, i hope that the science agora can become even a richer experience. Um, yeah, and i would like to just add just, you know, one single comment that i could see from the slides that the issue to be solved is the effort to involve more scientists, right? that's one of the really big problem when you see from the start that um, so, I know actually involve more the students and and um, in particular for that stakeholders. But um, in the sense of scientists, I would believe that um, in order to, you know, push them and to engage them um, to get a clear and concise um, topics, like, like you mentioned, a global challenge would be a common topic that everyone can come together and have this. Conversation, discussion. Um, I believe it doesn't have to be first with all the stakeholders in, in the same room and discuss in one huge topic, which probably didn't have you know particular guideline. But just a small groups of say a scientist focus on you know science society how, how they as a scientist can involve in that particular question. That's I think is a, a great platform that you would get some answer from that and from them you can you know from a um, different or separate um, symposium or platform you can actually gathering that and make it become you know a, a real issue of the umbrella of Agora. like professor peter mentioned that we can have a several um, symposium around the year round and then you know from there we can actually gather something and then you know in the end with the final year of Agora, each year we can actually come and then make that to public so people would would aware of the cyanoga platform and, and know that they would involve and make an effect and make it worthwhile to you know to to society i guess that's very important またあの企業の話で恐縮なんですけど例えばあの事業側から商品側からものを見ているとそのお客様とか社会は見えなくなることがあります例えばビールをどうやって売ろうかと思ってるんだけど実はお客様はビールばっかりずっと飲んでるわけじゃなくてワイン飲んでたらいろんなものを飲んでるわけでところがビールやってる人とワインやってる人な何とかバラバラやってるというようなことがあります。どっっっちかかかかららら見見見るるるるてててて視点を変えるっていうのががありまし科科学も科学もだけじゃなくて社会がから見ると風景が 多分、科学の風景が変わって見えるのではないかという気がしています。で、あの社会は5年10年、どうな先がどうなるのかっていう。よく、あのバックキャスティングとかシナリオライティングみたいな手法。あの今日,今日もあの。 出てきまね、ありますけれどもあの5年後10年後の予測できませんけどいろんなシナリオを書いてそこからどんなそうすると今の業績領域学績領域であるとかコラボしなきゃだめだよねって新しい風景が見えてくるんじゃないかなと思いましただから2点目はあのマスとリアルとデジタルの掛け算みたいな話をいたしましたが実はあのリアルのこういう場ってすごく非効率なんですねあのデジタルとかは手っ取り早く1万人とか10万人とかメール流せちゃうんですけども非常に非効率な なんですがリアルで体験しなければ分からない場の臨場感のようなものがあってだからアゴラの目的はその,そのいろいろなコミュニケーションがつながっている中でそのリアルの場の臨場感その場の創発をどう生かすかというところにフォーカスすべきだと思います。でさららに言うならあのなんていうなてですかね 故にこうアゴラでどうなったら成功なのかって成功、小、まあ、前先生もおっしゃってましたけども、成功イメージをみんなで共有できるといいのかなという気がしました、特に10年の節目ですし、来年、必ずここまでいかなきゃいけないってことではないと思いますけども、3年、5年、あるいは10年後にこんなアゴラだったらいいねみたいな成功イメージからバックキャスティングしてはいかがでしょうか。ありがとうございます あの多分もう時間的にかなり厳しいんじゃないかと言一言だけ、まあ、あの私もだから政策場担当者の一員としてそれぞれのやっぱりステークホルダーごとのハードルを下げてハードルというかそのやっぱりこう境目をあのできるだけなくすような形でこうフラットにコミュニケーションをしていくということをまあ心がけたいなと思っていましてアゴラ自体が単なるイベントではなくてそれが当たり前みたいな形になっていけれる最初の,そのきっかけ作りを。 みたいなところにあのなるといいなと思いました。以上です。あのありがとうございました。あのなかなかですね実はあのやり方っていうのもあの革新がいるんだけど十分できてなくてこのやり方もだいたいあのプレゼンテーションして一周で終わりっていうこういう古典的なやり方になっちゃってですねこういうことも開発していかなきゃならがなんないですね少なくとも私が10年前のアガロのファイナルセッションから見てこのステージのいうにのダイバーシティは増しました。あの年齢それから ジェンダー国際性それからあの来てるところの,その出身母体ですねそういう意味で回、まあ、しましたが今今日いろいろ話されたことはこれは JST としてあのアンゴラの一応その推進役としてますが、まあ、我々のまず宿題でありそれから来年の参加者の皆さんの宿題になると思いますでそれが宿題であることもちゃんとあのこういうことが求められていたよこういうことがみんなでやる,やることだよということは我々も責任を持って えーえー、発信していきたいしそれはいろいろなコミュニティなりに発信していきたいと思いますあの宿題いっぱい頂い,いてこれで終わりっていうのが大体こういうシンポジムのあれなんですがこの終わってあの何が達成感かっていうと大体こういうのやるとああやった今日終わった3日のイベント終わったってそれで随分満足しちゃうんですがそれで満足しないようにあの、まあ、1日か2日はちょっと頭を冷やすとしてもその後もう次のことを考えたい。今年テーマをここで発表したのも まあ来年に備えたもちょっとテーマに関してはくくりとかいろんなことはこれからプレゼンテーションいると思いますがそういうことで来年もやっていくということになりますのであの今日はまずはそういろいろなご議論いただいたパネラーの方に感謝の拍手をしたいと思いますどうもありがとうございましたでこの後とあのちゃんとあの私どものマネージングボードの理事が今日受けた宿題をどう行なすかについてちゃんとあのお話していただけると思うんで期待しておりますどうもありがとうございました。 はい、ありがとうございました。パネリストの皆様、お席の方へお戻りください。またあの今一度パネリストの皆様にも拍手をお願いいたします。 それでは最後に川喜振興機構理事安藤より閉幕のご挨拶を申し上げますえっと皆様あのこの時間までですねお付き合いいただいてありがとうございますえー、今日無事、えー、10周年ということで まずここまで,です、ね、いろいろ課題はあると思いますが、アゴラを育てていただいた皆様のご支援、ご協力に感謝を申し上げたいと思います。で今日はこの閉幕セッションで、今後のアゴラの在り方ということで、いろいろ議論をするセッションを設けさせていただきました。 これは本当に皆様の感想いかがでしょうかというふうにお尋ねしたいと思いますけれども、あのいろいろ今日いただいた課題は、ですねこれからしっかりと JST の中でも議論をし、また関係の皆様ともですね、いろいろ相談、あるいは意見交換をしながら考えていきたいと思います。で今日いただいたただ あの意見の中で、えー、やはり巻き込むっていうことの、この言葉の意味が非常に重要だなっていうことを改めてあの思っていたところでございます。あの科学者の参加をですねもっと積極的にしていくといったこともいただきましたし、みんなが多くの、多くのステークホルダー、みんなが参加できるようなテーマ設定をしっかりと考えるべきだと。 といいうこともたただきましたそして何よりもグローバルな視点で,です、ね、テーマ設定を考えていくべきだということもいただいたところでございます。であの今回このシンポジウムにもですねあの中日、えー、欧州連合の代表部あるいは南アフリカ共和国の出展もいただきまして、えー、また、 海外からの参加者も増えてきたという報告も先ほどさせていただきましたけれども、あのこういった皆様方の協力も得ながらですね、えー、私どもも歩んでまいりましたし、これからもさらに、えー、これをぜひ活かしながら、さらに発展をしていきたいというふうに思っています。あの社会とといいいうう大きな話題をテーマにしているというう アゴラですので JST だけでできるものでは当然ありませんので地方あるいは関係のステークホルダーの皆様方と一緒になってより良いアゴラにしていきたいと思いますそして来年この場所でですね一回りも二回りも大きくなったアゴラをぜひご覧いた,だきたい,いただければということで頑張ってまいりたいと思いますので。 引き続きあのご支援とご指導をよろしくお願いいたします今日は本当に遅くまでありがとうございました安藤理事ありがとうございましたこれをもちまして「サイエンスサゴラ2 0 1 5はすべてのプログラムが終了いたしました最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございましたお忘れ物ないようにお帰りください またあー、同時通訳の機材は受付の方までお返しいただきますよう、よろしくお願いいたします。ありがとうございました